いきなりポケカニュース。はい、ポイテッシーです。今回はなんとポケモン GX を紹介いたします。しかしその前に1個ですね、現在のプレイヤーの皆さんに対してお知らせがありますので、お知らせの後新ポケモン GX を紹介したいと思います。お知らせというのはですね、チャンピオンシップポイントに関するご連絡です。毎回ですね、ポケモンカードゲームではチャンピオンズリーグというものをですね、1年間通して大きい大会が開かれたりしてまして、そこでねポイントを集めるとジャパンチャンピオンシップというね、日本一を決める大会や世界大会への切符を手に入れることができるぞということでしたけれども、今回そういった大会参加権に届かない人もね、ポイントに応じた商品を発送するという、そういったことを実施します。はい、でですね、締め切った段階でですね、皆さんのねユーザー情報を参考に商品をねお届けしていくんですけれども、このユーザー情報に不備があると届けられませんよというところでね、皆さん改めてユーザー情報をね見直して住所や氏名等を確認していただければなと思っております。プレイヤーズクラブからユーザー情報を確認できますので、皆さんぜひね確認をしてください。商品発送の対象者はね、ポイント60ポイント以上の方に限りますので、60ポイント以上の方ね、ぜひ見直してください。はい、では大変お待たせいたしました。いよいよ新カードの紹介です。はい、こちらドドンと草タイプ、ツボツボ GX です。やったー、ツボ。特性守りのツボ、相手のねポケモンについているエネルギーがね2個以下の場合、そのポケモンから技のダメージを受けないという特性を持ってます。なのでダブル無色エネルギーをつけたゾロアク GX とか、糖エネルギー1個ついているマッシブーンとか、そういったポケモンからねダメージを受けないということができる強力な防御性能を誇るポケモンになります。相手がねエネルギーを3個以上つけていればダメージを受けますので、まあずーっと鉄壁っていう感じではないんですけれども、結構ね時間を稼ぐのに使えるポケモンかなという形です。で、技も3倍毒、毒にする効果があります。そして、GX 技は麻痺、大ダメージが出る系の技ではないんですけれども、じわじわと相手にダメージを与えたり時間を稼いだりっていうところと結構相性がいいカードかなと思います。いずれの技も無色エネルギー1個で使えますので、草ポケモンですけれど全部のデッキに入れられちゃうポケモンなんですね。というわけでツボツボ GX、 デッキにもかなり入れやすいカードですので、ぜひね皆さん採用してあげてみてください。そして金曜日のね夜あたりからですね、ニコニコ生放送にてポケモン WCS2018 のね生放送が始まります。ぜひね皆さんニコニコ生放送を見てほしいなと思います。ポケモンカードチャンネルでもですね、ポニータ石井が現地にて生放送をね実施しようと思っておりますので、こうちょいちょいね10分とか30分とか短い生放送を刻んでいこうと思ってますので、こちらもねご興味ありましたらよろしくお願いします。皆さんチャンネル登録をよろしくお願いします。また次回。